あ、どうもこんにちは、本間剛です。この度豊臣秀吉役を、再び、やらさせていただくことになりました。前回桃山ビートの時とは、10歳ほど若い頃の豊臣秀吉ということで、まだ血気盛んというんですかね、油がギトギトしたような秀吉をやらせていただくということで、その辺との違いをですね、どのような工夫が凝らされるのかっていうのをこれから稽古場で探していけたらいいなと思っております。皆さん楽しみにしててください。劇場でお会いしましょう。以上、本間剛でした。